殺意の弾乱は、ジェームズ・アンダーースンが1980年に発表したミステリ小説、北村太郎による翻訳版が1989年6月に文春文庫より発刊されている。シルビアが夫を殺そうと決心したのはある水曜日のことだった。ところで彼女は知らなかったが、夫のエドバーは火曜日、すでに妻を殺す決意を固めていたのだった。 イギリスの田舎町からさらに林に分け入ったところに立つ、もみの基を、その売却問題から、夫と妻の永遠のテーマが燃え上がった。日本テレビ系列で1990年10月23日に、火曜サスペンス劇場において、単発2時間ドラマとして映像化された。VTR 作品。舞台をイギリスから日本に移しており、また、夫妻の行動が、 ビデオカメラで監視される等の変更が見られるが、ストーリーとしては、ほぼ原作に忠実に制作されている。箱根の広大な屋敷に暮らしている、熟年夫婦、さゆりとユイチロは、互いに高額な保険金をかけて殺害するチャンスを狙っていた。しかしながら、互いに殺意を悟られないよう過ごしていた。ある日、さゆりの重邸、拓也が10年ぶりにアメリカから帰国してきた。 拓也はさゆりたちの土地にドライブインレストランを建設したいので8億円で土地を譲ってほしいと持ちかけてくる。それが不可能であれば自分の土地を売却すると言い出す。目の前の絶景に他人が引っ越してくることを嫌う。さゆりは2億円で拓也の土地を買おうと雄一郎に相談するが東京に引っ越すことを条件に都議会議員が約束された雄一郎は反対する。 さゆりの殺意は増す一方である。そのユういちも、土地の名義人がさゆりである以上、東京への引っ越しは見込めない。ユういちもまたさゆりへの殺意が増幅する。そして互いの殺人計画は幕が上がる。ありがとうございます。